はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト 4DLC 第3弾ファーハーバー続きやっていこう。現在ニュークリアス内部で、ディーマの記憶が眠っている、メモリーの、ハッキングというかワークショップのオブジェクトを用いたようなパズルゲームで、その記憶のデータを引き出すといった感じで、前回この工程を動画外でやると言ったんだけど、やっぱりストーリーに関わりそうなので、ちょっとただの作業になるかもしれないけど、残り4つも一気にやっていきます。これをクリアしたことで新しいクエストとクエストマップのロケーションが更新されたので、これらもやっていこう。じゃこっちやっていこう。さあやってきた。このね、虫みたいなのを、これはどこだろう。ああ、最初の場所に比べて広いな。黄色い円柱状のところにデータがあるんだけど、そこが見えないな、まだ。この赤いやつにデータの持ち帰りを妨害されそうになるから、先にこれ仕掛けておいて。ちょっと向きがうまく調整できないんだな。向きがうまく調整できないんだが、こんなもんでいいだろうか。で、そうだな。どうしたらいいんだろう。これはなんでもない。これをまず破壊しないとな。この緑の光線のようなものを持ってくればいいんだけど、あそこにあるな。あ、こっちか。はいはいはい。ん?あ、そっちに行く。ああ、なるほど。これ保管して、ふわっとしてる。これで、あ、そっから出てきた。こっから出てきて、ああ、これ使えるね。ってことは、これを、こう置いて、で、これ保管して、そして、こう来て、反射してて、これも保管して、溶かしますと。OK。で、今度はこれも溶かさないといけないから、これだね、デコーダーリレー。いいよ。あんまり難しくないパズルだよ。ってことは、ここにこれ2つ重ねて、で、これを、こうして、で、これで光線をこっちにやって、通れるようになりました。で、この辺のブロックで道を作りつつ、この妨害してくるプログラムに対抗できるように、セントリー?あ、防御システムを設置して、こっちにもうまく、ちょっと向きが本当にうまく調整できないんだが、こんなもんでいいかな?道作っちゃおう。さあこんなもんで道が出来上がったんだが、このね、生き物もなんかかなり気分屋なのか、動き始めるのも結構遅くて、だけど動き始めたか。あら、この辺にも防御システムを設置。侵入プログラムの弱体化を開始。さあこいつに守ってもらいながら、対抗手段を発動。もう一つの防御システムを置いとこう。侵入への対抗手段を発動。あ、どの向きで置いても360度働いてくれるね。じゃああとは侵入プログラムを検知。インデクサーだ。思い出した。この名前インデクサーだから、今これデータ持ち帰ってる様子。データブロックをもう一つ回収。インデクサーが持ち帰るの、データ持ち帰るのを待とう。記憶回収率は現在 60%。 さあこれで全部じゃないか。これで 80% の、これで 100% だ。データブロックを新たに回収。残り一つです。
記憶回収率 100%。 OK 検証中。なんでこの声ディーマなんだろう。いいですね。次の記憶につながるアクセスポイント用にデータストリームを使用できるようになりました。メモリーファイル識別 0J-2NN8 音声に切り替え再生開始。私はこのメモリーを外します。マーティン調剤司祭と彼のアトムの子供たちにもう嘘をつくのは耐えられません。忘れてしまった方がいい。私は見つけました。潜水艦内部の核ミサイルの発射キーの場所。潜水艦調剤司祭はそれで皆を分解に連れて行けると信じています。原子の突風の手による破壊で。彼はその教えの解釈がどこまで時期通りになるかに取り組んでいます。彼に鍵を見つけて使う決断はさせられません。彼の子供たちは初めて私をあるがままに受け入れてくれました。彼らが消え去ることを思うと痛みで心がいっぱいです。追加のデータを添付。場所はハーバーグランドホテル隠し部屋。ホテル隠し部屋485130。マップがアップデート。核発射キーの場所を見つける。これ核ってちょっと大変なことになるんじゃないのこれ。一回終わろう。さて、じゃあそうだね、こんな連続で何回も何回も骨董品集めか、パズルやったってしょうがないので、更新されたロケーションのクエストもやっていこうか。とは言っても場所が判明しただけで、いやでもクエストもできてるのか。こっちがハーバーグランドホテルで、こっちがビムポップ工場。ビムっていうものをまだ実物見てない気がするんだけど、ニュークリアス内部のこの辺にいるんだ今。それじゃあサウスウエストハーバーにちゃんとヨットへ置いてよかった。ここにファストトラベルしてビムポップ工場に行こう。の前にこっから出よう。さて、ニュークリアスから出てきたが、相変わらずのお天気。ラッターウェイ使って、メット X も使って、それじゃあ行ってみようか。さてと、方角が、この方向だね。100メートル圏内にあるな。というか、あれだな。あの工場。なんか周辺燃えてるけど。あの燃えてるところ通れるのかな。ここはもう敵いないよね。通れそう。通れるかな。これ大丈夫かな。あこれ地面じゃない、これ油だ。迂回するか。ん？待って、トラッパーがいる。はい。OK。もう一人いるよ。あ、いてててて。ん？あそこ。OK。やっぱりね、ファーハーバーだろうとなんだろうと、レイダー的存在はレイダー的存在なんだ。どんなに頑張っても。どうも工場がすぐそこなんだけど、でかいな、この工場。あ、違う。入り口はどこだ？魚がいる。あ、基本的に、水中通ったら、放射能量は、4か5ぐらい。スーパーミュータントがいるの？登ってスーサイダーがいたら楽なんだけど。そしてちょっとこのハープーンを持ってきたんだが、どんな感じなんだろう。はい。あ、ウェイト。くらえ。あ、強い。というかスーパーミュータントはそんな強くないから、強かったのかがわからない。弾少ないからこっち使うか。
スーパーミュータントいるのか。ここにいますよ。ん？あ、いた。エンフォーサー。クリティカル。おお、なんだろ。え、スーサイダーいたよ、もしかして。素役じゃない？回復して。もう一人どこ行った？いた。体力が多いっぽい。OK。この武器もともとフルオートに改造した武器だったけど、最高ランクのモジュールが解放されて、また別のガジェットにしてあるので、オートじゃなくなりました。骸骨あるし、胸部、ノコギリ。ビム。この中ね。リム法人本社。なんでスーパーミュータントがいるの？さあ、医療施設。バレるの早くないか。オッケー。ディマの秘密を見つける。さあ、ここで秘密を探る前に敵を倒さないと。基本的に敵はスーパーミュータントね。あ、エンフォーザー相手でもハンドガン強いな。え、スカーミッチャー暗い。ゲイ、ダメージも結構食らうけど、今料理されてる食べ物とかたくさんあるから大丈夫。で、これ各地で見たこのビムの販売機だけど、中身が、おう、OK。 燃えてるんだが、ツアーターミナル。ビム、今ビム拾ったけど、どんなやつだ。これだね。アクションポイント回復速度アップ。体力も回復する。あ、アクションポイントってのは、あ、スタミナね。え、結構いいんじゃないのこれ。ドアかと思ったら工場に入っちゃった。スナイパーライフル。ん？あお。誰もいないよ。勘違いじゃないが、OK。 まだいるっぽいんだけど、2倍ダメージボーナス適用されてるのかな。え？あ、いた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 。はは、見つかった。はい。あ、硬いな。もしかしてこの武器自体そんな強くない？強化しても。結構長い間この武器使ってきたけど。OK。おお、してきた。こんなところで製品を製造してはいけないと思うんだけど。これ外出れるのか。これ違うな、オフィスに戻るのか。み
ヒットバックまでぶら下がってるけど、なんか珍しいアイテムはないかな。ほんと暗いな、ここ。ん？まだいる。おお。ん？なんだ？また耳がおかしい。ただ耳がおかしいだけだ。広いな。こっちか。痛い。あ、これは。レジェンダリー装備の効果が今発動したのかも。今のはこれだね。近接攻撃を受けると60秒ごとにステルスフィールドを発生させる、まあ、いわゆるステルスボーイだ。これ詳しくはないけどかなりレア度高いんじゃないかな。だから今ステルスが発動したんだ。上にいる？何の音だ？あ、いた。上か。おお。上にいる。ちょっと回復して。リロード。はい。今回。スーサイダーは不在かな？ん？あれはパワーアーマー？パワーアーマーか、あれは今のは。ちょっと待って、ん？プロテクトロン？ん？プロテクトロンだよね。これで出せる？これ敵にはならないよね、デフォルト。出すか。あ、大丈夫だね。おっと、オッケー。ドア広いな。あ、ビームあった。さら、ある程度はプロテクトロンに任せることにして、ウィム効果良かったから見かけたら持って帰り。お？キャプテンブレンド、ちょ、どんどんいただいていこう。どう、敵がいる。武器作業台。なんだなんだ、まだ敵いる。リボルバーなら楽々倒せちゃう。あ、プロテクトロンがやられてる。いてててて。あ、近接されたからステルス。あ、でも直後にステルスになっても場所バレてるな。注射。さて、パワーアーマーだよねこれ。すげえ色してんな、すげえ色してんな。T51、 いや、ビムって書いてあるし。よし、じゃあありがたくいただいていこうかな。起動。あ、ところでモーションが今変わってるように見えたけど、モッドで、これもモッドでパワーアーマーに入る速度が速くなってます。こっち出口、島、島じゃなくてファーハーバーだ。通ったね。目標はあっちだと思うんだけど、今フュージョンコア13個持ってんだ。どこにいる？広いな。マスター、そのためのパワーアーマー。オーバーロード。オッケー。危ない。リロード。で、マスターどこだ？こっち？
あれ出口、出口どんだけあるんだここ。お、開いた。で、伝説いたんだけど、あれ違う。いた、ここ。あ、待って、ダメージ高い、ダメージ高い。もう一人いる。待って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 、そんな陶器はまず回復するでしょ。そしてみんな大好きジェットで5000。もう一丁。ん？リロードか。リロード。オッケー。エンフォーサーも強いな。オッケー。ちょっと燃えてるんだが。何持ってる？レンチか。レンチゲット。この辺まで来るとあんまり近接武器って使わないから、もっといいものが良かったな。これはニックに頼むとして、あのターミナルを解除できそうか。多分これだね。もうターミナルの面倒くささは全てニックに押し付ける。オッケー。あ、そっか、パワーアーマーじゃ使えないんだ。スケルティドアコントロール開けて、ここから出るってなんだこれ。誰かのレポートか。弾がたっぷりある。10ミリピストルか。もう一回来て、これ壊れちゃうと勝手にポーチの中入って、おまけにかなり重たいから故障しないでほしいな。下行けばいい？これなんだこれ、放射能すごそう。降りて、これ飲めんのかなこれ。ああ、放射能あるよね。こんなんでまさかビーム作ってんの？回復。フュージョンコア全然減ってかないな。なんかアイテムある？ここはさっきの地下で繋がってるんだ。そうだね。特に何もない。ん？待って、なんかどしどし聞こえるんだよな。これ絶対敵だぞこれ。おい、何ができるか見てみよう。ちょっとニックに任せて、ハープーンガン来るか。でっかいやつが出てくる感じだと思うぞ、ドアのでかさから想像して。開けてみよう。遠隔ドア操作、開ける。来い。あ、違う違う違う。おー、ん？え？全然やんないぞ。待って待って待って。こいつはまずかったかも。スイカ。スイカなんて意味がない。これはまずいかも。んー、どれ使おう。どうしようかな。とりあえずサイコジェットで爆発ピストルだ。ああ、そんな強くはない？それともこの武器が強い？ OK。 これカーゴ持ってるんだが、ハードスナイパーライフル、ハードスナイパーライフル
46。スナイパーライフルなら強化したら強いかな。ちょっとね、こいつはどっからはかけ離れてると思うんだけど、ここはこれで終わりだね。目的地近いと思うから行っちゃおう。さて、これかエレベーターがあるんだけど、ニック、あれニック、自分でやろう。やった、オッケー。あ、こんぐらいならね。必要なら俺が。おお、やったね。いや、いなかったんでしょ、後ろに。エレベーター、エレベーター、はい、上に参ります。上、早い。1階。おお、1階。脳みそキノコ、臭そう。生命反応を検知。ん？スキャン中。キー 1.1。危険ではない。キーだよね、多分。キーじゃないな、キーは KEY だな。なんか病室みたいになってるけど、どうしたらいいんだ。一旦これから出るか。KYE ってどれのことだ。ん？これか。歯が？これが？折っちゃう。ちょっとニック踏まないで。ニック踏まないで。お、後の祭り。カーニバルアフター的な？アベリー。誰かの頭蓋骨ゲット。これ再生しよう。それは痛いの？ええ。ディーマン。自分のすべてが剥ぎ取られて別のものに取り替えられるようなものです。別の誰かのものに。覚悟はできてるわ。ただみんなにさよならさえ言えれば。誰にも知られてはいけません。ファーハーバーに潜入するというだけの話ではない。ここに惹かれてきた人間が人造人間を理解するという話にしなくてはならないのです。妥当です。彼らをただ別の生き物として受け入れたいという気持ちは。人間性そのものに優劣はありませんから。あなたは私たち二つの世界の架け橋の一部になるのです。それが作られてきたことを誰かが発見する瞬間も全て消えます。あなたが人造人間ということも。死ななければならなかった。私が入れ替わる女性は、横たわる彼女はとても平和そうなのに。言わないで、お願いします。手を怪我したのは私です。あなたではありません。横に女性がいた。こっちは入れないのか。入れそうなんだけど、入れそうなんだけど入れない。おかしいな。それじゃあ今回はここまでにしようかな。アベリーで言うと、まあ何かしらの事件に関わった人の、まあ墓なんだね。全然墓に見えなかったけど。というわけで、一旦霞に報告できるので、霞に報告してからまた次の目的地、なんとかホテルってところがあったので、そこに行ったり、またメモリーからロケーションを更新させてみたりしようと思います。じゃあ次回もこのパワーアーマー使っていこうか。それでは今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。